番組中に出されるクイズに正解すると抽選で5000円相当の選べるギフトがもらえるよ。詳しくは番組の中で。謎解きバトル到来。本日宝探しに挑むのはロンブリオチームとオードリーチーム。中でも注目はニューシングル Run for You が本日発売のタトゥーンの2人が初参戦。後期に関しては、うん、あのこう見えても頭が結構雑学とかいろいろ知ってるんで。おじゃあいいところ見せて帰れそう。はい。さらに、隣にいる方は還暦のお祝いですか？おめでとうございます。ありがとうございます。指定をしろ。スリムクラブ遺跡攻略の祈りは通じるか。対するオードリーチームは安田、ゆうき、小森の美女軍団が参戦。男顔負けの大活躍。せーの、あ、待って、こー、時間ないから。ルールはこちら。2チームが3つの部屋に挑み、秘宝黄金のパラオドをより多く獲得したチームが賞金をかけ最後の試練に挑戦する。まずはオードリーチームの挑戦。挑むステージは、床の間。ちょっと怪しいこの部屋は奥が奈落の底になっている。そして中には鍵のかかった宝箱が。挑戦するのはチームリーダーの若林に、スポーツ万能の安田美沙子、そして新婚ホヤホヤの小森純。床の間に女性が2人も挑むのは今回が初めて。果たして攻略することは可能なのか。パラ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 。それでは早速この部屋の仕掛けをお見せしましょう。わっ、あ、ちょっと。そう、床が坂になるのがこのステージ。3人は唯一の足場へ移動。傾き続ける床は一気に30度まで上昇。一歩間違えれば奈落の底へ。結構いきますね。あれ、こんなだったっけ。この部屋のルールはこちら。挑戦者は3つのゾーンで順番にクイズに答え、一番上を目指す。制限時間10分以内に3つのゾーンをクリアすると、黄金のパラオ像を手に入れるための最後の試練に挑戦できるのだ。ただし問題を考えている間、床は傾き続けるので、どんどん移動が難しくなっていく。女性には体力的に不利なこのステージ、唯一の男性リーダー若林の作戦はいかに。どうなったの。わあ、始まりました。まずあれか。チャレンジスタートです。10分が短いから。これどうやって挑むの？どっからだっけ？あれ、第一ゾーンに移動してください。あそこ。俺がまず、あの男がこれ土台になって肩まで登るの、ここに。すごい。で、そっからこっち行くか、高さがあった方がいい。じゃあ無視に先行かす、自分が先って引っ張るパターンで。そう、そのパターンの、絶対そのパターンでしょ。じゃあ最初、あの美沙子さん行って、その後うち行って、手が引っ張ってもらう、引っ張れるから。じゃあ登ってこう。オッケー。頭も踏んでいいから。そう、うん、若干踏まれたいっていう気持ちもあるのかもしれない。そうそう、頑張って。よっしゃ、大丈夫、全然大丈夫。本当に僕がいける。落ちるな。よしガタ遠慮するな。おい、ニヤニヤしてんじゃん。ちょっと顔こっちに見せてみろ、お前。どう、これでどう。あ、いける、いける。で、右に行きます。ああ、頑張れ。せー、あ、待って、怖い。もう時間ないから行くから。行こう、もう行こう。行ける、絶対行ける。せーの、よいしょ。あ、すごい。よっしゃ。せーの、よいしょ。あ、すごい。よっしゃ。おい、躊躇ねえな、全然。もう躊躇しないよ。時間ないからね。オッケー。手じゃなくて大丈夫か。せーの。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。よし。ちょっと待って。俺自力で行くから。いける。せーの。よっしゃ。せーの。よっしゃ。よっしゃ。あのね、ギリギリ。大
第一ゾーンクイズスタートです。床が傾き始めます。クイズクイズ共通ワードクイズ、正解ノルマは3問。このクイズは2つの絵に共通する言葉を導き出さなければならない。ちなみにこの問題の正解は肩痛い。第1問見えないんだけど、突っ張る。しゃ。第2問サイスリスリサイだよね。財布を財布する。財布する、なんだ。財食べる。財布取る。おお、どうだ。第3問急がないで、やべ、やばいやばいやばい。おばたりやん。ホタテ買い占める。買い占める。よし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 。ノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました。第2ゾーンに移動してください。第2ゾーンどこ？そこだ、そこ。うわー、もう同じ方法しかないよね。同じパターン。じゃあ行こう、躊躇ない人から行こう。躊躇ない。おっと、あ、逆だった。行くよ、よし、行くよ。うん、せーの、無理。いや、これ無理だよね。手入れる、手入れる、手入れる、手入れる。よっしゃ、手入れて、手入れて、行くぞ。行くよ、行くよ、行くよ、せーの、ファー。すげー、せーの、ファー。すげー、行った。危ねー。すげえすげえ。結構やばい、マジで。なかなかの顔顎に入ったよ、顎にね。ギヤギヤしてんじゃないよ。本当だ。ずっとハーブしてるのさっきから。めっちゃ頑張りますね。結構時間がない。いきます。嘘、結構時間がない。よいしょ、よっしゃ、よしよし、よいしょ、よし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 、行くよ。はい、本当に、せーの、よいしょ。よっしゃー、よいしょ。よっしゃー。わーおー、あー、もうね、すごい。よし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 、よっしゃー。よっしゃー。わかった、わかった。若林のにやけ顔はさておき、ここまで脱落者なし。この後床はさらに急角度に。このままいけるか。第2ゾーンクイズスタートです。床が傾き始めます。時間が結構ね。そんなに、やばい。うん、え、これやばいでしょ。共通ワードクイズ、正解ノルマは2問です。第1問、え、なんだ。サル、サバに読む、違う、サバ、サバ読む、違う、有罪、サバ、あ、裁判、サバ枯れる、砂漠サル。あ、ほう。第2問、金か。鈴木みき、鈴木みき、鈴木みき、雑巾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 、ま、埋蔵金。あ、すごい。埋蔵金。あ、すごい。ノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました。第3ゾーンに移動してください。うわー、え、やばくない。よっしゃ、もう時間がないから行くしかねえな。力行く、すごいね。よっしゃ、躊躇するな。オッケー、俺を踏むことに躊躇するな。してない。よっしゃ、そうだ。あ、躊躇がなさすぎるのもなんだな。せーので行こうか。せーの、無理無理、押しちゃおうぜ。せーの、よいしょ、よっしゃ、よいしょ、よっしゃ、いったいった。もう行くしかない。怖い。よっしゃ、だんだん躊躇がなくなってきたな。いけます。私、私の手、あ、いけそう。いける、いける、いけよ。せーの、よし、よし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 、せーの、よし、よし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 、いけた、いけた、よっしゃ、これいける。一人残された若林、かなりの急角度だが、果たして届くのか。これもうちょっとの方、せーの、せーの、よ、頑張って、ああ、よ、頑張って、ああ、
浮ついた気持ちでクリアできるほど床の間は甘くない。若林脱落。残されたのは女性2人。この難関を攻略できるか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。史上初女性2人だけでの床の間、果たしてどうなる。第3ゾーンクイズスタートです。床が傾き始めます。共通ワードクイズ、正解ノルマは1問です。問題。じぎぎ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 たるをたるたるみぎみたるあーってなってるたるみぎみたるたるたるみすぎたるみすぎ、あ、そうだそうだ、たるみすぎたるみすぎ、そうだ、かっこいい、すごいすごいすごい。あれ若林は落ちちゃった、つかめなかった。本当にミスして掴めなかった、それともなんかもういいかなと思って話したとかじゃないの。違うよ、それはない。本当二人見えてなかったと思うけど、踏まれてる時の若林の顔結構ニヤついてたよ。嘘でしょ。ここからはファラオ像をかけた最後の難関、坂落ちの試練。これから出題されるのは三択クイズ。回答は選択肢と同じ色の玉を手に取り、坂の下にある顔の口にはめ込む。正解すればステージクリア。制限時間は2分。それでは坂落ちの試練スタートです。なあのあれはこれ分かった時点で行かなきゃいけないのかな。すぐに。おーあーもうびっくりした。正しい意味はどれクイズ。問題。セレブの正しい意味を次の中から選びなさい。お金持ち。セレブの映画の上じゃなくて、映画黄色か。セレブリティ黄色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 どっちかだ、うん、黄色からいきます。黄色いきましょう。どっちいきます。どっちからいきます。じゃあうち行こうか。オッケー。でも普通に言ったら著名人青じゃない。キリ行きます、行きます。キリ頑張って頑張って行けー。奈落の底か。違った。じゃあ。嘘でしょ。よ。安田健闘むなしく、ここで無念の脱落。嘘、うち一人。残るは小森一人。お前が行くしかない。超怖いんだけどもう無理。いやいやいや、赤じゃない。いや、青だと思う。いや、分からん。怖えもん。もうこうね。オッケーオッケーオッケー。ほう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 。合ってるかな。著名人でやってくれ。著名人、著名人、青青、お金持ち。今度こそクリアなるか。よし来い。純ちゃんとみさこちゃんが結構すごいんだよね。最後のつな
開けましたもんね。そうそうそう、俺落ちてからの切り替え早かったよね。早い、なんか意外といないならいない、別にどうにかしようがないから、惜しむ声聞こえてこなかったもん。オードリーチーム全員脱落でポイントはなし。続いてはロングリオチームの挑戦。挑むステージは洞窟の間。挑戦するのは実は雑学が得意だというカトゥーンの田中、そしてなんと国立大学卒という意外に高学歴なスリムクラブの2人。果たして3人のクイズの実力は。おお、ファラ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 、太郎さん、いや田中君、はい、クイズとかは結構できんの田中君。ジャニーズは何でもできなきゃいけないんです。ほら、おお、すごい自信じゃないな。さあ、そしてその赤い人はカラフルなお地蔵様じゃないですか。ちゃんと生きてますよ。はい、この部屋のルールはこちら。まず3つの洞窟でそれぞれ3択クイズに挑戦。洞窟内にある3つの宝玉の中から正解だと思う色を選び回答。ただし選択肢が見られるのは洞窟の中だけ。そのため1人が洞窟に入り選択肢を仲間に伝え、相談して答えを決めなければならない。クイズに正解すれば最後の難関に挑戦するための石板を獲得できる。しかし不正解だと洞窟の床が開き奈落の底へ。制限時間は10分。3人は通信機で情報交換し相談しながら3択問題の攻略を目指す。こっから10分間ですよ、勝負は。チャレンジスタートです。はい、始めた。よし、うわぁ、いや怖え。第1問。次のうちボーリング場の貸し出し用シューズの色が派手な理由はどれでしょう。いや聞いたことありますか。ないな。うわ、始まった。何だろう、何か分かります。これ誰が行くの、誰が行くの。じゃあ前田さんお願いします。え、僕もう行く。いきなりっすか。お願いします、前田さん、お願いします。マジっすか。当てます。前田さん大丈夫、頑張ります。行きますよ、じゃあ。はい、うわ、あ、じゃあギリギリだ、ギリギリ。狭っ、気をつけて。前田さん、ゆっくり行くな。これ、大きなタイム出てるね、これ。よしよし、前田ちょっと待って、俺たち2人で大丈夫。言ってください。赤が盗難防止ね。青、汚れを目立たなくする。ああ汚れ。ボーリングシャツのデザインに合わせて。デザイン、どれだろう。ちょっと、どれだろう。俺もぶっちゃけなんですけど、汚れだと思いますね。汚れが目立たないように。汚れ なんか、昔僕の友達が、ボーリング場で働いてたんですけど、この人ね、普段の靴めっちゃ汚れてたんですよ。これ止めないとダメなんじゃないですか、この話。これやばいよ。で、なぜかって聞いたら、俺ボーリングでバイトしてんだって。ボーリングで遊びに行ったら、おのずと靴がもしかして汚れるかもしれない、床が。でもさ、後半からね、だいぶ説得力がなくなりましたけども。いやいや、これ1問目はサクッといかなきゃいけないとこだから、まあ、僕デザインだと思うんですよ。デザインが、うん、なんか、いや、貸し出しシューズだからといって、やっぱりボーリングシューズっていうものだから、やっぱそのファッション的、多分盗難はないと思うんですよ。盗む人は何色でも盗むと思うんですよ。そうなんですよ、うん、あ、そっかそっか。そうなんですよね。で、うん、汚れっつっても結構ボーリングのところの床フロアって結構ツルツルなイメージなんで、はいはいはい、そんなに汚れねえんじゃねえのかなっていう。そうだ、あ、僕思い出しました。さっき言ったボーリング場で働いた友達はボーリング場の裏方の作業でしたね。だから表には多分行ってないな。もうその話いいから。もういいから、それはいらないよ。前田さんどっちだと思いますか。青で。本当にいいですか。汚れを目立たなくする。いいですか。本当にいいですか。珍しく内間が生き生きと喋ったんで。あ、わかりました。いやいやいや、相方を信じるってことですか。本当に田中さん勝つんですよ。いや、今勝つんっつったから。勝つんですよ、田中さん。いいですよ。いいですか。行きますよ。最終的に選ぶのは前田さんなんで。じゃあもう行きます。時間がだいぶ減ってるんで。はい、行きます。もうじゃあ青で。はいはい、お願いします。こ、怖いな。はい、うわ、怖い。
頼む、お願いします。バツバツバツ、正解、バツバツ、絶対バツ。相方内間の言葉を信じ、前田は青を選択。果たして、お願いします、お願いします。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。相方内間の言葉を信じた前田、果たして、はい、うわ怖い、頼む、お願いします、お願いします。ここ大きいですよね、正解。なんでこれマジでよし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 、うそマジか。前田さん失格です。マジで思い切って内間を信じた前田だが、ここで脱落。次行く人はどうしますか。じゃ あ絶対僕がいいと思う。僕一人で最後 A 持たないと思うんで頼みますよ。分かりました分かりました、頑張ります。さん、うわ怖え。これで選択肢は2つに絞られた。なんか空気を詰めた。プレッシャーすげえな俺これ。田中さん本当に、デザインでいいよね。僕はデザインだと思います。じゃあもう時間内にできます。はい、デザイン黄色なんで黄色いきます。はい、いきます、黄色頼みます、お願いします。頼む正解しろ。田中にかけた内間、正解か落下か。お願いしますお願いします、怖い、マジで、マジで、いや申し訳ねえ。内間さん失格です。スリムクラブの当てにならない無駄話で時間をロス。しかし答えは赤と判明。ようやく石板を3枚獲得。これ戻るのか。大制限時間は5分を切っているぞ、急げ。はいはい、第2問。次のうち一般的にデパートの化粧品売り場が1階にある理由はどれでしょう。ないでしょ。残り2問、ここからは1人で答えなければならない。これは分かんないよ消防法ってことはないんじゃないですか。だってね、火も何も使わないでしょ。だから10万じゃないですか。うん、黄色な気がする。黄色な気がする。黄色。化粧品屋がデパートってことはないでしょ。うわ、これ全然わかんねえよ。いいのかな、いいの、そんな単純な理由。いや、俺はいいと思う。いいよな。いいと思う。よし、バツ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 。でも当人が大…うわ、怖え。お願いします、お願いします、超怖え、超怖え。うわ、マジかよ。っしゃよっしゃ、よっしゃ。ほとんど当てずっぽうの状態で勝負した田中だが、見事正解。はい、はい、はよはよ。第3問、次のうちストローが使われた最初の目的はどれでしょう。よいしょ。うわ、これ全然わかんねえよ。果汁ってことはねえだろう。青ですね。浮いたゴミを避けて飲む。ゴミ浮いてたら飲まないでしょ。だってまず最初の目的ぐらいが相当古いと思うね。幼児じゃないですか。なんか子供とかコップでバシャってやっちゃうイメージ。いや怖えな、マジかよ。でも2分しかないしな。いや怖えな。誰にも相談できず一人ぼっちで悩みまくる田中だが、もう時間がないぞ。これはない。果物に直接刺すのない。浮いたゴミを避けんの。でもそうだよな、ストロー長えもんな。わかんない、もうわかんない、怖い。よい、いった、どうだどうだ、どうだ。迷いに迷い寸前で青を選択。果たして、タイマーが停止しました。よっ、ほらすごい、いいよ、やばいよ、さすが。僕だ、正解スムース。何でもできる。めっちゃ運持ってますね。いやー、3問正解おめでとうご
いっぱい変な汗かいてます。そしてここで一つ分かったよね。はい。スリムクラブいらねえじゃん。ここでバラオフをかけた最後の難関、石板の試練。挑戦者が挑むのは石板パズル。石板は第1と第2の洞窟で3枚ずつ、第3の洞窟で4枚入手。制限時間1分以内に合計10枚の石板を並べて3文字の言葉を3つ作ることができたらクリア。ただし1枚はダミーとなっている。持っている男カトゥーン田中、ジャニーズのプライドをかけ石板の試練クリアなるか。石板の試練スタート。1分短えよ。よいしょ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 。よし行け行け、頑張れ頑張れ。よっしゃ行け。早い早い早い、うん、やばい早いよ。はいはい。しゃー早いよ。石板の試練成功です。おめでとうございます。よっしゃすいません、ここでオンエア上、すいません、新曲流してください。よかった。見事一人でやってのけた田中、ロングヨーチームファラオ像一体獲得。ありがとうございます。一人で全部やね。そうです、結果そうでしたけど。いやいや、すごいよ。すごい、なんでもできすぎた。お酒もいいし、持ってる、持ってる。あの、何をしてたんですか。今日も前説できました。よろしくお願いします。ここまでで論文寮チームが1対0とリード。しかし最終ステージは逆転可能な直接対決。そのステージは、崖の間。巨大な部屋に床はなく、先の見えない奈落の底が眼下に覗く。そして壁には心もとない崖の道。挑戦者はこちら、この6名が今宵崖の間史上に残る死闘を繰り広げる。ファラ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 、さあ中央に見えてるかい、宝箱。あれか、あれ、宝箱だ。黄金のファラオ像を手に入れたければ、崖を進み紋章を一人ずつそれぞれ振ってちょうだい。あれね、それあの三角のやつね。怖い、私怖いから。え、これもうここが怖いんだけど。怖い怖い怖い、足が乗り切ってない。ちょっと出てんの嫌やな、力入らへん。まずは皆さんにこの部屋の醍醐味を味わっていただきましょう。春日さんのポーズが。春日さん、春日さんはあれですか、はい、何を確認させようとしてるんですか。この部屋のルールを説明しよう。黄金のファラオ像を獲得できるのはどちらか1チーム。1人ずつ順番にクイズに答えていくのだが、出題と同時に背後のブロックがせり出し、回答者を崖から落とそうとする。クイズに正解すればブロックは止まるが、正解できないとやがては押し出され落下。以上の流れを繰り返し、どちらかのチームが全滅した時点で残っているチームの勝利となる。なおこのステージでは1人につきファラオ像を2体獲得できる。つまりオードリーチームが1人生き残れば逆転勝利。さあいよいよ対決の時が来た。最初はイラスト変換クイズです。これはイラストが表しているものを読み解くクイズ。左上のジャンルを参考に考えよう。ちなみにこの問題の正解は8つの口とマリということで矢内マリとなる。りょうさんへの問題です。はい、りょうさん頑張って。このイラストは何を表しているでしょう。来い。
青、何、三冠B。そっか、あかん、ここ完全こ結構な勢いで出てくるんですね。あかん、嘘でしょ。正解です。答えはそうか、3つの缶に書かれた B ということで三冠B でした。田中さんへの問題です。このイラストは何を表しているでしょう。俺のとこも出てきた。何これ何これ。え、そうでしょ、ミツバチ。そうでしょ。ああ、ね、やばい。よっしゃ、いいよいいよいいよ。正解です。答えはミツバでできた血ということで最初ミツバチでした。いいよいいよ。安田さんへの問題です。はい、このイラストは何を表しているでしょう。はい、もうやめてくれ。あ、なんか出てきた。なんか出てきた。あ、待って待って、無理、あっちを見て。あ、わかんない、わかんない。無理だったらパスでいいよ。無理だったらパスでいいんだよ。あっ、あ、無理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 。よし、いいんじゃないですか。いいぞ、おいしそうや。無理、落ちる。耐えて耐えて。ただいまの問題の答えは、なるほど、カステラ。貸し出し中の寺。これ難しい。ということで、分かってるよ。カステラでした。難しい、ね、難しいな。安田さん、難しい以前に考えてた今。オードリーチームはパスはもう使えません。なんで使っちゃったんだよ。パスもうできないんだ。パスギリまでなしね。ゆうきさんへの問題です。このイラストは何を表しているでしょう。間違えろ間違えろ間違えろ。出てくるよ。こんなわかんねえよ。出てきたぞ、いっぱい。ひやまぐち、ひやまぐち、ひ、たきび、やまぐ、鳥、ひやまぐち、やまぐちでしょ、あそこ。落ち着いて、落ち着いて。これいけません、いけませんよ。ならパス使ってよ。ぐっさん、やまぐちさん。頑張って頑張って。とりあえずもう口出せ、口出せ。ちょっと待って、炎。やまぐち、萌え。よし、諦めなかった。うん、次です。正解です。答えは山口県が燃えているということで山口だと山口萌えでした。めっちゃ怖かった。まあ、もう次一個でも来たら押し出されるね。続いては写真&文字並べ替えクイズです。何、うわ、わかんない。それこれは文字と写真を組み合わせて言葉にするクイズ。ちなみにこの問題の正解はモモンガとなる。はい、りょうさんへの問題です。りょうさん頑張ってください。写真と文字を並べ替えるとできる言葉は、はい、ちょ、ここめっちゃ大丈夫。え、め、す、め、すず、め、すず、すずめまち。くそー、さすがさすがリーダー、さすが。オッケー、やるやるとは聞いたが。上田さんへの問題です。はい、はい、写真と文字を並べ替えるとできる言葉は、使います。それ考えるよ、考えて、無理だったら。何あれ、椅子、椅子、エスカレーター。え、ちょっと、え、椅子でしょ、椅子でしょ。ちょ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 ライカ、レイカ、わかった。いけいけ、そうだよそうだよそうだよ。落ちろ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 。おい、ちょっと待って、お前誘わせてくんなよ。レイカ、顔が。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。え、わかんない。え、何、椅子か、出てる。椅子か、どっちか、どっちか、どっちか。田中君いいよ、落ち着いて。まず探しててな。どうしよう、頑張って。どうしよう、これ問題問題問題見て。ちょっと待って、やばいやばいやばい、絶対無理だって。一気に全部出ろ。やだ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 、落ちたくない落ちたくない落ちたくない、落ちたくないよ。パス、やばいやばい。よしよし、使ったぞ、向こうもパスを来たぞ。ただいまの問題の答えはカレーライスでした。上田君どうなってんの。いや、これもあれは、あの状態でとどまれない。ほぼ俺から見えんねんけど。いや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 、パスを使い、かろうじて生き残った上田。しかし、かなり無理な体勢。果たして、いつまで持つのか。え、なんで残れんの、あれで。そうでしょ。続いては、安田さんへの問題です。頭悪いから。写真と文字を並べ替えると、できる言葉は、手引っ張って、引っ張れて、上に来た、上に来た。餅、おや、おやもち、え、おやつ、やお、や、
焼き餅、焼き餅、焼き、いざ、しゃあ、ゲルゲル、お餅屋さん、来たお餅ってなんての、焼き餅、焼き餅、焼き、お餅、わかんない、安田美沙子大ピンチ、安田さん、これはお餅屋ではありません。正解です。答えはおもちゃでした。カズガさん、ごめんなさい。ちなみに春日さん、上田さん失格です。え、あ、上田がいない。あ、上田さん落ちた。いない。上田地味に落ちました。地味に落ちたな。そう、実は先ほどの安田の回答中に上田力尽き地味に落下。どんな落ち方やねん。安田さんの番なのに上田が落ちました。というわけでオードリー春日、そしてカトゥーン上田ともに脱落。続いて結城さんへの問題です。なんかあんのか。写真と文字を並べ替えるとできる言葉は。難しい。アドベンチャー。すごい。もうまだ残ったって。ダメじゃん、ダメだって。正解です。答えはアドベンチャーでした。やばい、やばそう。でもやばいって私が頑張る。続いては同じ文字入れクイズです。俺もうないです。これは空欄に同じ文字を入れて言葉を作るクイズ。ちなみにこの問題の正解は夏祭りとなる。りょうさんへの問題です。同じ文字を入れて言葉にしなさい、はい、わかっ、はっ、わし、あ、わし、え、わしか、わし、ら、と、ら、わ、な、と、うわ、うわ、なにこれ、なにこれ、あかん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 、あかん、わし、わし、ワシントン、よっしゃ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 、すごい、もう名前、あ、ごしゅ、俺こんなんで後ろ向いちゃったんだろう。続いては田中さんへの問題です。はい、あ、しゅうさい。同じ文字を入れて言葉にしなさい。はい、頼む。は、なんか入れて言葉だけど、とりあえず入れて。何それ。え、何これ、なんか言葉を。おたんこな、ちげえ。何、何これ。あーあー、田中くん、よっしゃ。田中さん失格です。ちなみにただいまの問題の答えは紳士服でした。わからん、やばい。安田さんへの問題です。同じ文字を入れて言葉にしなさい。司会者、司会者、司会者、ああ、やめろ。正解です。答えは司会者でした。でも落ちたくない。耐えろ耐えろ、自分耐えろ、わかる、やめろ。ゆうきさんへの問題です、はい、同じ文字を入れて言葉にしなさい。うん、
あ、ぶわ、ぶ、ぶさっと、ぶ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 く、ぶか、ぶか、ぶか、ぶきす、ぶす、ぶさす、ブラス、ブラスバンド、あ、ブラス、あ、落ちる、ごめん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 、よっしゃ、頭悪いのにどうしよう。ゆうきさん、失格です。ちなみに、ただいまの問題の答えはブレスレットでした。ブラス習ってた。両安田ともに極限状態での一騎打ち。先に力尽きるのはどっちだ。よっしゃ、よっしゃ。両さんへの問題です。はい。同じ文字を入れて言葉にしなさい。はい。写真、え、写真、何だっけ、え、え、何、あいさつ、え、け、いさつ館、かいさつ館、え、いいさつ院、なにこれ、え、は、は、は、もうダメだ、え、かいさつ館、かいさつ館ってな、え、なに、さいさつさん、かいさつ館、もうあかん、あかん、あかん、りょうさん、失格です。ロングリョウチーム、全滅。これで次のクイズに安田が正解すればオードリーチームの逆転勝利が確定。安田、ここでかっこいいところを見せられるかと、その時。ちなみに、ただいまの問題の答えはここで体力の限界。次のクイズまで持ちこたえることができず、安田無念の脱落。ちなみに、りょうさんへの問題の答えは警察犬でした。ということで、りょうと安田が同じターンで落下したため、この崖の間は史上初の引き分け。よって総合結果は1対0でロング両チームの勝利。いやー、すごかったね。あれね、美佐子ちゃん、はい、あそこを頑張って耐えて、はい、答えたら逆転勝ちだったのよ。分かってたんですよ。もうでも本当に限界、もう完全に体出ちゃってたもんね。フルマラさんよりきつかった。フルマラさんよりきつかった。相当いい、相当、いや耐えたけどね。思うけどな、耐えられたと思うけどな、俺。なんで耐えられなかったの君は。場所取りすぎだよね。結果、総合点で勝利したロング両チームが賞金獲得のため挑むのは最後の試練。挑戦者はカトゥーン田中とスリムクラブ内間。ステージ中央から崖を渡り出口を目指すのだが、その道は壁により塞がれている。クイズに正解するごとに2枚の壁が開くが、時間とともに背後の壁が閉鎖され挑戦者に迫る。壁に追いつかれる前に出口にたどり着けばクリア。なお、最後の壁は2問正解しないと開かない。そしてクイズの回答権は先頭の人間のみ。コウキ君、はい。自信のほどは、まあ、ちょっと分かんないですけど、でも内間さんがちょっと高所恐怖症らしいんで、なるべく内間さんを落とさないように。いや、すいません、本当に。なるほど。さあ、内間、はい、どうですか。いや、そうです、本当に高所恐怖症で、2回以上無理なんですよ。そうなの。家、はい、じゃあ家とかもじゃあ1階なんだ、今住んでると。いや、今あの3階ですけど大丈夫なんじゃないですか、じゃあここでの問題はサンドイッチクイズ。表示されるジャンルを参考に真ん中の文字を埋め言葉を作る。ちなみにこの問題の正解はホタルとなる。崖の間で驚異の粘りを見せた田中、果たしてクリアなるか。ハンターが来いよ。はい、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 はい。え、おお、なんだ、お、海の生き物。ここで視聴者プレゼントクイズ。これから出される次回の問題に答えてプレゼントをゲットしよう。今
回は崖の間イラスト変換クイズ。このイラストは何を表しているでしょう。1絨毯、2カーテン、3マットレス。正解だと思う答えの横に書かれている番号に発信者番号を通知してお電話ください。正解者の中から抽選で4人の方に選べるギフト5000円相当をプレゼント。受付は今日の夜11時まで。たくさんのご応募お待ちしてます。おい、はい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 、え、おお、なんだ、お、海の生き物、あ、え、わかんないんだけど、ちょっと待って。何？待って、あ、分かんない、ちょっと待って、あ、分かんない、ちょっと待って、ちょっと何これ、男が二人そっと落ちていただけます。田中さん、内間さん、チャレンジ失敗です。崖の間の死闘が嘘のように1問目の足利が出てこず、あっけなくチャレンジ失敗、賞金獲得ならず。嘘でしょ。違う俺ね、もう絶対いけると思ってたんだけど、最初に出てきたのがもうアジが頭に出てきちゃって。にしてもお前だよ、はい、なんすか、何だの落ち方、あまりにも無言途中から壁が剥がれたのかなと思ってそう、お前、俺もあんな近くにいたのに内間さんが落ちたの気づいてない。来週東レに怖い嫁が登場。北斗晶が親子で参戦。無言ガンガー、母の意見を保てるか。これわかんない、何、不甲斐ないのちに、あのハゲこの野郎、あ、怖い嫁の運命はどっちに託された。救えるか。そしてオリアジハッチャンは慶応卒の頭脳を発揮。やっぱりあっちゃんかっこいい。